はい、皆さんこんにちは、アトランタの高です。日曜日第2弾いきましょう。はい、ねヤフーニュースを見てましたらね、なんか最近その消費が減ってるものがあるらしいんですよね。でそれがまあ何かと言いますと、例えばわさびの生産が減ってるんですね。はい、2005年にね、4614トンだったんですよ。でこれがもう今2021年ですから15年ですか、で1885トンですから、6割落ちてるんですね、生産が。だからそれだけ需要が落ちてるんですよ。はい、やっぱりお寿司なんかで、まあわさびイコール寿司なんでしょうけど、サビ抜きが増えたそういうことなんでしょうかね。はい、それから菓子パンが減ってるそうです。で結局菓子パンっていうのは何でしょう、オフィスに行ってね、ちょっとこうつまみで例えば3時に食べるとか10時に食べるとか、まあそういう需要があったんでしょうね。まあそれがコロナで落ちてたんですよね。でその分食パンの需要は増えてるらしいです。はい、まあこの辺が面白いですねそして最後に一番気になるのが梅干しです。梅干しがですね、昔2002年はですね、1人当たり、ですね、これが1世帯ですね、1世帯当たり、1053g 食べていたんですよ。でこれがですね20年後、2021年にはですね 658g に減ってるんですね。これが20年でですから 40% 落ちてるんですよ。でこの原因は何かというと、まあ、簡単に言えば梅干し酸っぱいから嫌、プラスご飯食からパン食に移ったわけですよ。で何でしょう、白いご飯に普通前は弁当箱があって、弁当に白いご飯の真ん中には必ず梅干しがあったわけですよ。もうそういうなんか伝統的な昭和の弁当はもう今消えてしまって、はい、もう皆さんパン食ですから。はい、で梅干しについてね語りますとね、梅干しって非常に健康的なもので食べるべきものなんですよ。はい、でこれをねちょっとまあ調べました。はい梅干しに期待できる効果、はい、クエン酸、酸味の元はこれクエン酸です。これがですね、まず血流を良くします。はい、酸性に傾いたドロドロの血液を弱酸アルカリ性に中和してくれると言われています。結局梅干しは酸っぱいですけど、酸味があってもこれアルカリ性なんですよね。だこれがポイントです。それから脂肪がつきにくくなります。はい、梅に含まれる、バニリンが脂肪細胞の肥大や増加を防ぐとされています。それからですね、食欲増進、結局口に入れると酸っぱいんで唾液が出るわけですね。それによって食欲増進、それから女性ホルモンの分泌促進、はい、それからインフルエンザウイルスの増殖抑制、はい、それからですね、一番まあこれかなりいいのは血糖値の上昇を緩やかにする、梅に含まれるオレアノール酸が糖質の消化吸収を穏やかにし、食後に血糖値が急に上がるのを防いでくれます。はい、それからあとこれお年寄り大事ですね。骨の健康、梅干しに含まれるクエン酸には骨を作るカルシウムの吸収を助ける働きがあるため、骨への健康に効果があると言われています。はい、あとまあ成長作用とかですね、まあいろいろあるわけですよ。はい、あとね、梅干し、まあ、さっき言いましたクエン酸ですね、それからカテキンというと抗酸化作用ですね。はい、それからポリフェノールもあるんですね。実はこれがね、梅干しには梅リグナンという抗酸化作用のあるポリフェノールが入ってます。はい、それからカリウムがですね、実はこれリンゴの4倍あるんですね、梅には。それからマグネシウムも入っています。ビタミン E、鉄、植物性の乳酸菌ですね。はい、まあこんな感じで私はですね、梅干しを1日平均2個は食べるようにしてます。最近ちょっと風邪がちょっと治らなくて、まあそういうのもあったんですけども、直接食べます。はい、で
いい梅干しを食べてください。酸っぱいのはダメです。というか安物の梅はね、酸っぱいだけで全然美味しくないです。最近減塩のね、蜂蜜梅とかいろいろあるんで、そういうの食べるといいですね。あとですね、カモミール茶、カモミールは非常に風邪にいいんですけども、カモミールのお茶を作って、そこに私は梅干しを 2,3 個入れて、それを潰して飲んでます。これは非常に飲みやすい。梅とシソって非常に合いますよね。ですからおにぎりにしてもいいですし、やっぱりご飯食べると力がつきますよね。はい。あと料理でもね、私は積極的に、例えばヒラメとかね、マダイにね、梅干しを削って、そこにシソと長芋で巻いたりとか、そういうスペシャルも作ってるわけですよ。梅ってマグロにも合いますしね、白身は当然合いますし、そのあとイカとあえても美味しいんですよね。冷凍のイカ皆さん買ってこられてね、イカをこう細く千切りにして、そこに梅干し潰して混ぜて食べて、それだけでも美味しいです。ですからいろいろ活用法あるんですよ。飲み物にする、それから食べ物にする、それからそのサイドでその何か使うっていう、はい、ぜひ梅干し、食べてください。なんかその生産者の倉庫にはもう今もう山積みで、もう大変らしいです。でこんなね、シンプルで長持ちする健康な食べ物はなかなか日本にはないと思うんですよ。はい、もう本当に昔ながらのものが一番健康に良いということです。はい、よろしくお願いします。